おはようございます。影村です。ただいま時刻は、朝の5時半なんですけれども、新型レボーグ VN5 型、借りてきましたんで、内外装レビュー、今日、今からやりますんで、ちょっと暗いんですけど、よかったら一緒に見てください。ちょっと光量足りないですね。新型レボーグ、今年やったかな。発売になって、ちょっとこっち側から映しましょうか。ライトがまたあるから。すいません。新型レボーグ VN5 型ですね、VMG、VM4 から VN5 に生まれ変わりました。ちょっとライトつけましょうか。デザインコンセプトがダイナミックソウルでしたっけ、からボールダーっていう、その目立つっていうデザインコンセプトが採用されて、ご覧の通り、フロントは、さらに、いかつさが、スタイリッシュさっていうんですかね、が、ブラッシュアップされた、磨き上げられたデザインになっています。ちょっとライトつけましょう。あっちの方は明るくなってんですけどね、まだ、ちょっと、こんなにも日の出が遅いと思わなくて、新型レボーグの方なんですけれども、SGP、スバルグローバルプラットフォーム採用してるんですけど、WRX とちょっと違和感ない感じの、その、乗り味なんですね。で、面白いのが、ちょっとね、ライトつけますね。もう一回行きますね。ブレーキ踏みながらライト。ヘッドライトがね、めっちゃ動くんですよ。で、運転しててもね、ヘッドライトめっちゃ動きます。で、ヘッドライトのオフはないんですけど、常にオートなんですけど、こう、一回オフに戻すとスモールに切り替わるという、サービスは搭載されていて、その辺ちょっとスバルさんらしいなっていう感じはするんですけど、これトヨタさんやったら、ヘッドライト消えてますよね。うん、消えてる消えてる。これトヨタさんやったら消えないですよね。お。後で内装も見てもらうんですけど、かなり、こう、扉の感じとか重厚さが増していて、高級ワゴンっていう感じですかね。それで外装の方戻ります。外装の方は、ヘキサゴングリルっていうんですかね。さっきお伝えしました、ボーダーデザイン。目立つデザインが採用されていて、で、フォークアイ、水平対向エンジンをイメージした、フォークアイデザインですね。ポジションランプ。で、ウィンカーが確か、この子に内蔵されてるんですよね。ちょっとウィンカー先みたい。ポジションに連動したウィンカーっていうのが、これちょっと憧れなんですけど、これかっこいいっすよね。片目ウィンクして、ちょっと、ハイフラちゃいますね。大丈夫ですよね。片目ウィンクしてウィンカーになるっていうところが、なんかめっちゃなんか好きなんですよ。これ、メルセデスとかが採用してますよね。なんかハイフラ、かっちょええ。後ろは、後ろも LED。後ろも LED になってますね。あ、LED ちゃうんか。電球ですか。その辺は、ご愛嬌、みたいな。で、レボーグはね、ちゃんと、コンビネーションランプが、これもフォークアイ、水平対向をイメージしたデザインになってるんですけど、トランクリッドまでちゃんとレンズがあるんですけど、ダブルハネックスは、今度の新型もそうなんですけど、トランクリッドで切られてるんですね。この辺の差がちょっとレボーグとダブルハネックスの、その、力の入れ具合の差になってるかなっていう感じです。中真っ黒で見えないですね。大きなタブレットみたいなナビもちゃんとバッチリ外から見えていい感じです。まだ日が昇らないですね。あとはその他の特徴は、時々、新型レボーグとすれ違うことはあるんですけど、その横から見たらね、新型か
その VM 型、VN 型か VM 型かは、ちょっと見分けはつかないです。ホイールで見分けつけたらええんかな。ちょっと方向変えようか。後ろちょっとちゃんと見てみたいので。それで、ま、後で内装見たいんですけど、真っ暗やな。マジか。日曜日にね、借りれたら一番良かったんですけどね。その、で、これ、今日から貸し出しで、もう夜から借りっぱに、もう何日か借りっぱになってて、借りる余地がもうないみたいな。ええってもうたまにはちょっとこう、ちょっと休憩したらって、あの借りる人。まあ新型やから人気あるのはしゃあないんですけどね。あとも借りられへんっていう、もうこう悲しい。すいません。悲しい現実があって。もうだから今こう。ちょっと早朝、むっちゃ早朝なんですけど、この時間しか借りれなくて、こうやって撮影させていただいてます。うん。なんかドアも重厚ですね。いい感じ、いい感じ。で、後ろがこんな感じですね。このね、このレンズが、こう、WRX はないんですよ。こっから切られちゃってて。ただ、WRX はちょっとその辺金かかってないかな、みたいな感じです。真後ろから見たら新型か旧型かのレボーグもちょっと僕的には見分けつきにくいかなっていう感じなんですけど、どうなんでしょう。かっちょいな。うん、かっちょいい、かっちょいい。じゃあ内装見ていきましょう。内装の暗くてすみません。まだあのね、日が昇りきってないんですよね。で、見えないですね。これライトどうやってつけんやろ。ライト、すいません、カメラのライトのつけ方がわからなくて、これ後ろルームランプついてないんか。トランクルームランプあったけど、あ、ついた。トランクの方はまあまあそうですね、既存の VM 型レボグと変わらない感じですかね。広いです。で、2列目シートを寝かすと自転車乗せられる広さになると思います。うん、アウトドアにもバッチリですね。あとは後部座席の方はかなり広いです。乗車してみましょう。後ろ乗った時の乗り心地とかどうなんやろ。わー、広いわー、めっちゃ広い。ただちょっとね、ここ頭ちょっと当たりますね。まあ、ちょっと小柄な人やったら全然違和感はないんですけど、僕みたいにちょっと背が高い人間は、ここが当たったりとか、そうですね、乗り降りちょっとこういう感じになっちゃいますね。で、足元はめちゃくちゃ広いです。快適。あとはそうですね、まあ、運転席はこういう感じですね。ちょっと暗くて見えないか。すいません。助手席はこういう感じですね。うん。このね、椅子がね、助手席と、その、何でしたっけ、運転席の、その、サイドサポートがかなりしっかりしてて。こういう感じで、シートの形状はね、見かけ倒しじゃなくて、ここのサイドサポートはしっかり体ホールドしてくれてます。この足のところのサイドサポートも効いてる感じですかね。うん。後部座席は、こういう感じですね。広いです、かなり。いい感じ、いい感じ。むっちゃ広い。で、このステッチもなかなかアクセント効いてていいですね。ステッチ。ダッシュボードの方にもステッチですね。で、
あとは僕、ちょっと内装のそのナビのコントロールとかよくわからないんですけれど、すぐ、乗ってすぐわかったのがこのビューっていうやつですね。ボタン押すと、その狭い道路とかにも役立つカメラに切り替えられるみたいな。あの、左側の前ですよね。うん。でかいナビが。こっちもナビ映るはずなんですけど、どうやって切り替えるのかわからないですね。燃費の方は、まだちょっと出し方わからないです。だいぶ日が昇ってきました。ピッピッピー言わないですね。あ、キー中に入れたまんまやからか。うん、かっこええ、かっこええ。すいません、早朝で。この時間しかちょっと借りられなくて。お、かっ、こういう絵かっこええな。トランクリッド開けたまんまやけど。後ろ、ちょっと、もうちょっとでかいルーフスポイラーつけたら、ちょっと似合うん違うかなって今、ふって思ったんですけど。どうなんでしょうか。以上、新型レヴォーグ VN5 内外装レビューさせていただきました。ちょっと外暗くてすみません。この時間しか借りられなくて。あっちがユニバーサルスタジオジャパンなんですけれども、どうでしょう。ホームとしたいんか、僕いらないんか。あ、ええ感じで映えますね、レヴォーグ。これを閉めて。どうでしょう。かっちょいいな。ええ感じ、ええ感じ。あの、向こうがユニバーサルスタジオジャパンになります。すいません。何のレビューなんやろ。それでは、簡単なんですけれども、失礼させていただきたいと思います。